2、3年前に市川まで歩いて行って、帰りに千葉街道、亀有じゃなかった、なんとかなんとか錦糸町あたりから下に行って、ずっと夢の島まで行きました。あの夢の島って、あれ、夢を一番最初に置いておくと安全になるんです。無の島と言ってもいいです。夢の島、陸上競技場みたいなのがありました。千葉街道っていうのが長かったですね。図書館がありました。あそこの図書館にちょっと行こうと思います。アインシュタインの電気みたいな本を持ってきましたけどね、あそこでずっと豊洲とか辰巳とか行きましたけど、辰巳とかずっと歩いて、辰巳のなんか水泳プールがどうか新しいのが新設されるということで、なんかあとあの辰巳のとこは水球で使うポセイドンジャパンが、わかりませんが、辰巳の2万人入らないといけないし、5000人しか入らないっていう話、運河があるから増設できないっていう話あります。運河なんかあったんですね。新木場っていうだけあった、あそこ昔は木がいっぱいあったんですかね。ビーバップハイスクールのなんか映画を思い出しますけど、ビーバップハイスクールの映画でなんか木場で決闘してるのを思い出しますけど、木場みたいな。なんかラジオでなんかあっちの墨田区とかあの辺の人は東京なまりがあるって言ってましたけど、東京なまりっていうのもあるんです。江戸っ子なまりがあるんです。なんで江戸っ子でっていうのが東京弁なんですか。標準語って誰が決めたんですかね。よくわかりません。いまだによくわからない。誰が標準語って決めたんですかね。江戸は江戸弁、江戸っ子の東京弁みたいなのがあるんでしょうかね。よくわかりませんね。うちの地元の光市の大和の伊藤博文が作ったと言われる東京都かもしれませんけど、江戸がありますからね。その前に、その前に武蔵があったことは僕はあんまり知りませんでした。武蔵から住んでる人がいないでしょうね。武蔵の国から住んでる人がいないでしょうね。こののっぱらの武蔵の国大地から武蔵野大学っていうのがあります。猫ひろしさん、目白大学、猫ひろしさん、まだ今日もラジオ出てましたからね。カンボジア国籍って言ってましたけど、どうなんで、今日もなんか荻上チキさんのあれ、中央大学の先生が国籍について話してました。国籍、まあ僕は